元阪神のハスジュニア、日本の投手は正面勝負しない。かつて2020、2021年に阪神タイガースに在籍したメル、ロハス、ジュニア、33、苦しんだ日本時代を振り返った。何が問題だったのか、ロハスは、日本と韓国が異なるスタイルの野球をするから、良いことと悪いことを申し上げることはできない。ただ、打者として何か話をしなければならないというならば、日本の方が韓国より球の速い投手が多いし、制球力の鋭い投手がもっと多かった、と分析した。また、韓国の投手はある状況で正面勝負を必要となれば自信を持って勝負に臨むが、日本の投手はたとえ本人がとても有名で優れた投手だとしても、自分がその前の打席で安打を打ったとすれば、ストライクを絶対に投げない、最初からボールを散らし、正面勝負をしない、と、自分なりの見解を明かした。韓国がやってるのはベースボールで日本がやってるのは野球だからね。常にストライクで勝負してもらえると思うなよ。ロマックも何回言ってなかったっけ。日本はボール球を振らせる配球だからメジャーで鈴木誠也も吉田正尚もストライク勝負されて打撃崩すんだろうな。鈴木誠也は対応してきたけど吉田正尚はどうなるかな。出塁率で OPS を稼ぐタイプより長打率で OPS を稼ぐタイプの方がメジャー向きって感じかな。ロハスジュニア2020年、打率217、8本塁打。2021年、打率224、9本塁打。2年総額5億4000万円。阪神は金あるな。結局打てない言い訳をしてるだけやな。ボーは抱えてた方がマシだった。そりゃロハスなんか落ち込んだら外に逃げる球投げりゃいいだけだったし。投手は打たれないのが仕事なのであって、打者と正面から勝負するのが仕事じゃないんや。分析はできても打てないんだな。ボール球振ってるからこいつにストライクいらんやろって思われてるだけでは。なあ、死球選べよ。メジャー行く前の松井秀喜とかイチローとかまともに勝負されなかったし、それくらいじゃないとメジャー行ったらダメ。入団会見思い出すわ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。